よいよ危険な領域に突入していく RTA、始まるよ。今回は、不死鳥の頂への道に出撃したところから始まります。おさらいすると、ここは仲間なし、アイテム持ち込み5個までで、スキップあり、レギュレーションでは飛ばせるダンジョンです。序盤にやることは、とにかく、金目のものを集めることです。次の中継ポイントまでにお金を稼いでおく必要があります。次の中継ポイントは、QF の次なので、そこまでにいくら集められたかで、今後の安定度が変わってきます。とはいえ、それで遅くなっては本末転倒なので、武器、盾、腕輪を優先して持つぐらいで、おおむね即折りしていきます。また、識別もしっかり行っていきましょう。特に、杖と本は生命線になるので、大切です。この辺の敵は、そこまで強くないので、試し撃ちには適しています。レベル1の時は注意、くらいです。今のところ、そこまで、いいアイテムは、拾えていませんね。今後に期待、といったところです。ここは寒いエリアです。中層の盾も相まって、お腹が空きやすいので、早めに通り抜けたいところです。ここで注意すべきはラミアさんです。高い攻撃力を持っている上、ひるみ効果のある叩きつけをしてくるので、実質2回攻撃持ちです。最大エッジポイントの3分の2ぐらいを持っていかれてもおかしくないので、交戦するときは、残りエッジポイントに気を配りましょう。あとは、遠くからスライムを投げてくるクイーンスライムさんに注意です。開けており、見渡すが有効なので、早めに駆け抜けてしまいましょう。他に特筆すべきことといえば、以前のチャートでは、ここで、ペリウィンクルさんを仲間にして、序盤の安定感を図っていました。ノーコストで勧誘できるほか、倍速、2回攻撃にもできるので、結構ありがたい存在です。ここからは暑い砂漠ゾーンです。この天候も、なかなか危険です。暑いエリアでは、エッジポイント、自然回復速度が下がります。この辺りは少し厚いので、通常の2分の1になります。敵の攻撃もそれなりに痛いので、いつも以上にエッジポイント管理をしっかりしましょう。攻撃力の高いワーウルフさん、連れ去りで囲まれるグリフォンさん辺りが、要注意でしょうか。水晶で適宜エッジポイントを回復しつつ、慎重かつ大胆に進んでいきます。猫又さんはアイテム盗みをしてきますが、テレポートまではしないので、そこまで気にしなくても大丈夫です。さて、中継ポイント、ミャイコサンティです。ここまでに、いくらお金になるものを拾えたかで安定度が変わります。いらないアイテムをパン屋さんに売却しまして、よし、1万ゴールド用意することができそうです。そんなにお金を持ってどうするのかというと、左下の一般商人ポッドフェアリーさんに会いに行きます。なんと、この商人、復活の実を売っているのです。通常1500ゴールドのところ、1万ゴールドというぼったくり価格ですが、買わない手はありません。なお、この復活の実は未識別状態で渡されるので、必ず名前を付けておきましょう。決して、うっかり忘れてかじってはいけない。あと、残ったお金でクーラーパンを買っておくと、後々助かります。暑さを無効化し、エッジポイント、回復速度を通常に戻せます。さて、この辺りの敵は、中継ポイント直後なこともあってか、そこまで強くありません。引き続き、識別を進めておきたいところです。時々民家もあるので、適当な装備を拾えたら合成しておくのも手です。合成といえば、さらなる腕輪の識別テクニックについて紹介します。民家の合成釜で合成する際、
1つ目を適当な腕輪、2つ目を装備中の腕輪にして合成すると、どちらも未識別だったとしても完成した腕輪は識別された状態になります。なんででしょうね。未識別のまま装備する必要があるので呪われてしまうリスクはありますが、呪われていても合成自体は可能です。以前紹介したアイテムリスト識別より自由度は下がりますが、これは最初じゃなくても使えるので、クリア後ダンジョンでも活用できるテクニックです。時間が余ったのでマップ読みの小技を紹介します。キプレイの方はお気づきかもしれませんが、本作のマップアイコンは微妙に下方向にはみ出しています。そのため階段を表すオレンジ色の四角がマップの視界内になくても表示されることがあります。それだけなのですが、これが案外役に立つことが多いのです。特に外周に階段があるマップでは見つけやすくなることがしばしば。注意点としては、石像を表すオレンジ色の三角も見た目が一緒なので区別できない点ですね。よく騙されます。さらに時間が余ったので本作のポーチ関連の仕様について話そうかと思います。本作の使う系ポーチは中にマナが入っています。使うたびにマナを消費していき、空になると使えなくなります。このマナですが、ポーチを投げて破れた際周囲に飛び散って効果を発揮します。召喚ならそのマスに敵が出現、爆発ならそのマスで爆発が起きます。つまり爆発のポーチを投げると周囲 3×3 どころか 5×5 以上の範囲に爆風が及びます。楽しい。あ、言い忘れていましたが、本作の爆発のポーチは使うタイプです。火薬壺と違って1個のポーチで爆発を何度も起こせるので便利です。さて、熱いゾーンを抜けましたが、ここからも危険がいっぱいです。ノーティ遺跡の名前の通り、ノーティさんがよく出没するほか、なんといっても主人公くんの天敵ヴァンパイアさんが満を持して登場します。ヴァンパイアさんは催眠の使い手で主人公くんを操ってきます。操られるとターンを消費してしまうので連続で催眠されることもよくあります。催眠だけに飽き足らず、配下のワーバットさんを召喚したり、高い耐久力を持っていたりと隙がありません。やだ。催眠を食らうと最悪の場合何もできずに倒されてしまうので、何としてでも行動させないようにしましょう。絶対催眠なんかに負けたりしない。さて、お店があったので識別と売却をしています。鈍足の杖を入手しました。対象アイテムは本当に重要なので、先ほどの売却で空いた枠にできるだけ詰め込みましょう。あとスラグさんも要注意モンスターです。修正値をマイナス3してきます。3つも。お、今回の装備ならヴァンパイアさんも一発です。これはありがたい。冷血士は耐久が高い魔物娘さんが多いのでスキーも結構便利です。先ほどからアイテムを投げられまくっていますね。ノーティ系が投げてくるので使わなくなったアイテムも床に放置すると危険です。例によって銭投げに合わないよう祈りつつ、投げられる直前のターンにはメッセージが出るのでちゃんと見ていれば対応できます。まあ走り回っているので止まりきれずにぶつけられることも多いのですが、ちなみにクリア後ダンジョンに出てくるプロ個体は催眠の魔眼を持っています。もうやりたい放題ですね。杖も結構揃ってきましたね。識別は大切です。ヴァンパイアさんを実験台にするの本当は若干危ない気もしますが、おや、ここのアルファはポッドフェアリーさんでした。このエリア唯一の両親のような。実際アルファヴァンパイアさんだと
召喚してくるワーバットさんも強くなっているので、危険が危ないです。お、アルファがバールのようなものを落としました。これは嬉しい。バールには、エッジポイント満タンの敵に、1.2 倍のダメージを与える印があります。確定で倒せる範囲が広がる上、種族を選ばないので、非常に強力です。強力なためかあまり落ちていないので、これが引けたのはとてもありがたいです。なぜ、バールのようなものなのかはよくわかりませんが。さて、アイテムが増えてきたので、ポッドフェアリーさんに合成してもらっています。盾に爆発耐性をつけているところです。爆発を使ってくる敵は少ないですが、地雷を踏み抜いた時に安心なほか、武器スキル、爆炎剣の自傷ダメージを減らすことができます。厄介な敵を気軽に吹き飛ばせるようになるので、爆炎剣を持っていて、盾印に余裕があるなら入れてみると良さそうです。ひえ、立ち読みした本が召喚の本でした。だから、階段の上で読めとあれほど。こういう時に、爆炎剣や氷結剣があると助かりますね。範囲攻撃は正義。まだヴァンパイアさんがいますね。早く降りてしまいましょう。あの指パッチンを聞くと身震いが。催眠は、魅了よけの腕輪で防ぐことができます。ただ、それよりは、鈍足とか回復とかの方が必要なので。お店がありました。何かいいものは売っているかな？回復の杖がありました。回復リソースが足りなくなりがちなダンジョンなので、ありがたいです。そういえば、杖の値段識別もできると良いのですが、私はまだ覚えられていませんで。備忘録がてら右枠に書いておくので、皆さんも覚えてみてください。しんどい。あと計算が難しい。いわゆる価格帯みたいなものがないので、例えば600ゴールドだと 150×3 プラス1なのか 120×4 プラス1なのかみたいな。まあ全部は覚えなくとも160の倍数なら状態異常系みたいなのはいけるかもしれませんね。精進します。ところで足元にあるのは端塚区さんのポーチっぽいですね。とりあえず荷物入れにしておきます。ようやくノーティー席を超えました。これで一安心です。とはいかないのが難しいところ。再び暑いエリアなのでエッジポイント管理に気を配りたいところです。この辺りで注意なのは攻撃力が高く2回攻撃してくるスコーピオンさんでしょうか。鈍足スキルとダメージ反射を持つリザードさんと混乱の歌持ちのジャバウォックさんもいますが、耐性装備があるので比較的安全です。リザードさん以外は耐久力が高くないので攻撃を食らわなければ楽に倒せそうなエリアです。例によって倍速銀の矢打ちのファクシーが遅延してくるので頑張って倒しましょう。そうでした、神装甲が多いといえど、それは通常版の話で、アルファとなると、高い攻撃力で押し切られてしまう可能性があります。倍速の敵も多いので、追いつかれると逃げるのが困難です。マップを注意して見ながら進めていきましょう。そんなことを言っていたら、アルファジャバワックさんです。低めの耐久をアルファ化でカバー、結構高い攻撃力が心配ですが、ひえ、やはり強敵でしたね。ワンチャンするな。急いでいるとはいえ、ここで外すと、貴重な復活の実が、もう少し安全に配慮してほしいところです。このマップも、外周に階段があるタイプなのですが、壁が高いので、見通しがよくありません。あと、砂漠なだけあって広いので、探索に時間がかかります。近くに階段が来るように祈りましょう。おや、魔法反射の盾ですね。あまり見ない盾ですが、使いどころが難しいのでスルー。
同じ系統で、動作物回避の風のカゴの盾は優秀な印象があるのですが、どこで差がついたのか、環境の違い。本作の杖使いは支援魔法が中心なので、ガラマ同士みたいなのがいたら重要だったかもです。これ、何の杖だったんでしょうね。杖の識別といえば、本作の睡眠状態は一部の状態異常を回復し、また無効化する仕様になっています。居眠りしている敵に状態異常系の杖を振った場合、無効化されて識別できないことがあるので注意です。砂漠を抜けて原石坑道です。ここにも強力な魔物娘さんが生息しています。ちょっと涼しくなった分を補って余りあるパワー系の魔物娘さんがうろうろしています。早速ヒヤリハットが、ひえ、今のが地雷だったら盾を失っていましたね。こういうのが怖いところ。要注意モンスターメデューサさんです。高い攻撃力はもちろん、叩きつけでひるませつつ、こちらの所持品をドロップさせます。通路などで叩きつけを連続して受けると、アイテム落下の使用上ロストしてしまう可能性もあります。それに加えてメデューサの名前の通り、石化キスを放ってきます。通常は石化状態になるとダメージを受けなくなるのですが、メデューサさんは石化特攻を持ちなので、むしろ非ダメージが上がってしまいます。何もできないまま大ダメージを連続して受けることになるので、特に囲まれた際は警戒が必要です。あとはホルスタインさんも要注意です。高い戦闘力に加えて確率で会心を出してきます。一撃でエッジポイントを半分近く持っていかれることもあるので、エッジポイント管理には注意しましょう。あとはベニテングさんです。攻撃すると毒の反撃で毒状態にしてきます。本作の毒は3回まで重ねがけされるので、倒しきれないとどんどんエッジポイントを削られてしまいます。全体的に非ダメージが大きくなりがちなので、エッジポイント管理に注意です。幸い緑の水晶がよく生えているので、適宜回復しながら進んでいきましょう。言っているそばからビターンビターン。こういう時に対処アイテムを落としてしまうこともあるので危ない。私はこれで復活の実を落として倒されました。の札。あと、この辺りはモンスターハウスが発生することがあるので、ダッシュで突っ込まないように注意しましょう。耐久力のある魔物娘さんが多いので、逃げるにも倒すにも時間がかかってしまいます。戦いは回避するに越したことはないですからね。平和主義者。先ほどからちょくちょくゴブリンヒーローさんに盾を弾かれていますが、これも囲まれている時にやられると致命的です。弾かれずの盾か、その印があれば防ぐことはできますが、それだけのために貴重な盾印を使うべきかというと、弾かれずの盾自体は印数が多くて強いので、ベースとして手に入ったら恩恵に預かるぐらいの感じです。そうでした。例によって5000ゴールドの本は必ず名前をつけておきましょう。嫉妬の禁書かもしれないので。そうでなかったとしても、大雨の禁書やマナミダレの禁書のように癖が強かったり、防地拡張の魔法書やデイジ帰宅の禁書のように超強力で貴重だったりするので、識別してから読むかどうか決めるのをおすすめします。まあ識別リソースをそこに割くべきかという問題はありますが、そこは引き次第ということで。ひえ、アルファメデューサさんです。あの攻撃力で何度も叩かれたら粉々になってしまうので、爆炎剣で吹っ飛ばします。エッジポイントも消費するとはいえ、とてもありがたいスキルですね。
ついに火山までやってきました。ここはとても暑いフロアで、エッジポイント自然回復速度がなんと6分の1になります。自然回復が当てにできないので、回復リソースをいくつ用意できたかでこの先生き残れるかが変わります。その上、毒やダメージ反射といった徐々にダメージがかさむスキルを持った魔物娘さんが多いです。ハイリザードさんは鈍足フィールドを展開するのですが、鈍足無効を獲得しました。こちらも鈍足無効がないと2回殴られてしまいます。またカソさんは投擲アイテムを燃やしてしまう上、爆発耐性持ちです。地味ながら注意です。そんなことを言っている間に最終エリアに到達しました。ここからが難しくかつ重要なポイント。早速出会ったレッドファングさん、戦闘力が非常に高い上、仲間条件が低エッジポイントと簡単なので、ぜひ仲間に。星は出ましたが、もう一人近づいてきており、このままではやられてしまいます。一旦回復して仕切り直します。判断が遅い。今回は重装の印で吹き飛ばし耐性があるので勧誘が楽ですね。耐性がないとポンポン飛ばされて捜索し直す羽目になります。ここでの最大の目的はレッドファングさんを2人勧誘することです。この後の大妖精の住処への道でのメイン戦力になります。不慮の事故で失わないように引っ込めまして、もう一人を探しに行きます。早速いましたが、周囲に敵がいてヤバそうなので、ここは一旦吹っ飛ばします。ドカーン。ということで仲間候補を探しながらになるのですが、ここの魔物娘さんはみんな強敵で、できれば早く降りたいところ。神耐久ですが、チャージ攻撃が強力なワイバーンさん、部屋内射程の炎を吐いてくるブルードラゴンさん、倍速2回攻撃解禁と魔法無効バリアに加え、投げられたアイテムを燃やして無効化するフレイムリリーさん。彼女がアルファになると対策はほぼ不可能なので、出現しないよう祈りましょう。といったところで、2人目のレッドファングさんが仲間になりました。あとは急いで階段を降りるのみです。アドバイスに従い回復しつつ、見渡しで階段を探しますが、よくわかりませんでした。岩や水晶の影にあることもよくあるので、とりあえず走って視点を変えてみます。フレイムリリーさんとキャッキャウフフしながら走っていたら、チャージスキルの範囲表示がたくさん。アルファワイバーンさんは不安だった耐久を克服しており、非常に強いです。せっかくの仲間を倒されないように戻しておきます。おっと、ここで MP 切れ。爆炎剣にばかり頼ってはいられません。 MP は時間経過のほか、敵を殴ることでも回復しますが、悠長に殴っている場合ではないので、適宜アイテムも使います。階段は見つかりましたが、エッジポイントが心もとないですね。直線上に使えそうな水晶はありました。セーフ。見渡しは軸を合わせやすくなる意味でもありがたいです。そして最終フロアに到達しました。階段は見つかりましたが、遠そうな雰囲気。しかもマップをよく見ると紫色の点が高速移動しています。ということは、うわ、出た。しかし今の私には爆炎剣があるので、とてもじゃないですがまともに戦える相手ではないので、この手に限ります。あってよかった爆炎剣。階段は見えていますが、敵が多そうなので一時退避します。こういう時に移動系の杖が使えるとパパッと行けて良さそうなのですが、当時の私は気づかなかったようです。こうやって見返すと改善点が見つかりますね。ここは
昼間なら見通しがいいので、見渡して場所替えの杖などで移動する戦略が有効です。というわけで、なんとか不死鳥の頂への道を踏破しました。辛い戦いでしたね。今回は復活の身を温存できたので良かったです。今後の安定につながります。最終ダンジョンでやられたら泣くしかないので。盾の方は火炎、爆発、凍結、吹き飛ばし耐性とほぼ完璧な状態になりました。あとは剣の方ですね。バールのようなものを合成する前に念のためスキルを見ておきましょう。スキルはアマテラス、なんということでしょう。激レアスキルを引いたので、メイン武器をワールに切り替えます。武器スキル、アマテラスは、明かりの本と、日照りの魔法書の効果があります。フロアのマップが分かり、水が干上がります。あとついでに、攻撃力強化もあります。アイテム消費なしで、明かりの本が使える時点で、めちゃくちゃに強力です。昼しか使えない制約はありますが、大いに活用していきましょう。さて、残念ながら次のダンジョンは持ち込み不可なので、アイテム整理をします。この剣ともしばらくお別れです。貴重品は倉庫に預けまして、最後にタヌキチさんのところに向かいます。ここで8個ほどお酒を買い込みます。未成年だけど異世界だし買うだけなのでセーフ。買い終わったら仲間のレッドファングさんを召喚し、4個ずつプレゼントして親密度を最大まで上げます。最大まで上げることで作戦やスキル使用可否が解禁されるほか、召喚時の MP 消費を10に半減させることができます。あとは仲間の登録とココさんでの食事を忘れずに、いつもの武器トルネードをお願いします。例によって準備完了したので、今回はここまで。次回をお楽しみに。